状況ですらないってことは、ね、私髪の見たからお付き合いをお願いします。ありがとうございます。今の気持ちいい。そうですね、多くの人にあのお祝いをしていただいて非常に嬉しく思っております。おめでとうございます。ありがとうございます。そしてこちらは今のお気持ちどうでしょうか。小学校の頃とかにもこのお祭り参加してたので、はい、そうですか。はい、こういった形で参加ができてすごく嬉しいです。いや、その頃の思い出が、あ、今、はい、歩いて あったなって。なるほど。自己紹介お願いします。私は長浜町の町長の畑健一郎ですが、畑さん、はい、町は大官であります。大官さんはい、悪大官じゃなくていい大官です。新川大官、はい、新興さんをと一緒に、はい、まあ、同行されたと思うんですけども、はい、4年ぶりというふうにお聞きしたんですけど、そうですね、コロナがありましてね、はい、3年間中止で4年ぶりで、はいはいはい、ここのお祭りができまして大変喜んでます。私どもは村の、まあ、大官というか、はい、役人というか、なるほどなるほど、それが花嫁をこう案内して、はい、行列しておるというような設定ですね。なるほど、はいはい、そういう歴史があったんですね。そうですね、はい、まあ、今年で39回目、はい、伝統がありますね。伝統あるんですね。でいつも毎年、まあ、その信仰さんがいらっしゃれば、はい、こういう行列があったということですね。です今年は2組の花嫁が今年は参加していただいたということです。まあ、こういったお祭りも久々にできて、はい、町長さんとしてはどんなこうその希望というか夢があるんでしょうか。そうですね、やはりね、お祭りというのはね、まあ、祭り事と言いますから、はい、人が集まりそこでいろいろな話が出て、そして、まあ、その地域の、まあ、政治というかそういうものに生かされていくということですから、やっぱね、お祭りがないとね寂しいですね。なるほどね。そういう意味では今回ようやく復活できて、はい、本当に一安心してます。ぜひ夢に向かって、はい、ありがとうございます。頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだ続きますね。はい、続きます、はい、失礼します、はい、これから行ってきます。はい、本庁役が共通つながりを持って先頭役が早めに友達に今のお気持ちはどうでしょうか。あ、皆さんにお祝いしていただいて幸せです。幸せ、はい、奥様は幸せです。ありがとうございます。同じことです。はい、こんにちは、長野インターネット所属と申します。こんにちは。こんにちは。はい、私、ふるさと和田塾宿場祭り実行委員副委員長の笹井信孝と申します。笹井さん、はい、なんか4年ぶりのそのお祭りが、そうですね、やっぱりコロナウイルスの影響がありまして、はい、ずっと中止が続いておりましたが、今回5類に下がったということで、まあ、4年ぶりの開催ということに運ぶやりましたので、はい、このお祭りは結構なんか花嫁さんがこう行列を組んで、なかなか盛大ですね。そうですね、まあ、
村の出身の、まあ、村というか元が和田村というところでしたけれど、はいはいはい、この出身者の方 の、 あの新しいご夫婦が花嫁となりまして時代行列という形で参加させていただいております。それは代々行われたんですかね、昔から。昔はあのおみこしとかあったりとか、したんですけれど、まあ、ちょっとあの規模も縮小しまして、はいはい、花嫁行列という形でやらさせていただいております。そしてここ、まあ、後ろもそうなんですけども、はい、和田宿、はい、かの有名な大名さんも実際こう通ったというようなそうですね、はい、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、あの、まあ、皇女和宮様、はい、まあ、あの江戸へ行かれる時にここを通っていたということで、はい、お泊まりにも、まあ、そちらの本陣の方でここです、はい、なられたということで、いろんなあのイベントが行われてますけど、はい、普段はどんな風になってるんですか。あ、普段はですね、こちらあの、まあ、一般公開もされておりまして、はいはいはい、あのまあ、お休みの日もありますけれど、あの来ていただければどなたでも中を見るっていうことが可能ですので、ぜひお越しいただければと思います。まあ、この、まあ、宿場町、旧宿場町ですけども、はい、まあ、これだけ盛大にやってるってなかなか珍しいなと思ったんですそうですね、やっぱりあの地域 の、 あの皆様のご協力によりまして、あの盛大に行うことができます。それは本当に感謝しております。今後どんな風にこうこのお祭りを盛り上げて。そうですね、やっぱりあのなかなかこういったあの村ですと、やっぱり外へ出られていく方が多数あの、まあ、いらっしゃりますけれど、まあ、夏祭りがあるからもうちょっと戻ってこようとか、はいはいはい、ぜひそういったような形であの、まあ、戻ってきたら参加していただくような形の、まあ、盛り上げていきたいと考えております。結構若い方は多いですよね。あ、そうですね結構ありがたいことに、まあ、地域を盛り上げるという意味で大事なこうイベントだと思うんで、はい、ぜひあの頑張っていただきたいと思います。はい、ぜひ今日はありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。